球上の生物の約 80% は虫です。あなたはどれぐらい虫の世界についてご存知ですか？これからお話しする驚きの事実が嘘か本当かを当ててください。まず最初の問題です。ゴキブリは人間みたいに2本足で走れる。嘘？本当？本当です。でも楽しいから2本足で走るのではないですよ。小さな脳で処理するには2本足の方が簡単で、エネルギー効率がいいんです。ゴキブリを近くでよく見ると、対になった足は全て長さが違うのに気がつきます。これがスピードを出す必要がある時の妨げとなってしまいます。神経系に負荷がかかりすぎ、3組の足全てをコントロールしようとして混乱することにもなります。なので最もエネルギー効率のいい後ろ足1組だけを動かすのです。次の問題です。満月の夜は蚊は5倍活動的に刺すようになる。嘘？本当？本当です。狼人間と同じように蚊も満月の夜は獰猛になります。理由は蚊が視覚的刺激と受容器官を使って刺す対象を見つけるからです。普段に比べて満月の時はずっと見やすいんですね。蚊は暖かい体から出る強い赤外線放射を見つけることによって動きに気づきます。最大で35メートルの距離まで見えるんですよ。ソルトマーシュモスキートはさらに発達しています。とてもグルメで食べ物のためだけに64キロメートルを移動するんですよ。刺すのはオスの蚊だけ。本当でしょうか？違います。人間や他の動物を刺すのはメスの蚊だけです。卵を産むために血が必要だからです。1回で平均100万分の1リットルの血を摂取します。一方オスの蚊は花の蜜など植物の汁の方を好みます。オスが必要な糖分を得てエネルギーレベルを上げるにはそれで十分なんです。それにオスは刺さないので病気を媒介することもありません。ですが反対にメスは病気にかかっている人や動物を刺し、細菌に感染することがあります。次の問題です。コオイムシはワニの大きさほどになることがある。本当？嘘？これは嘘です。ですがそれでもギネス世界記録によると最大の水生昆虫なのだそうです。コオイムシは体長が平均的な葉っぱと同じ大きさの10センチメートル以上に育つこともあります。コオイムシは世界中にいますが、特に多いのは北米です。濃い茶色の体は湿地帯の葉っぱに擬態し、環境にすっかり溶け込みます。生来捕食性で通常小さなオタマジャクシやその他の虫を食べますが、もっと大きなヘビやカメも捕らえることがあるんですよ。コオイムシに遭遇し噛まれたことがある人は人間の負う傷の中で最も痛いと言います。ハエが食べ物に止まっただけで毒に侵されることがある。嘘？本当？残念ながらこれは本当です。ハエは鬱陶しいだけでなく、食べ物に止まった時胃に入っているものを吐き出すことがあります。イエバエはこの行動をする多くのハエの種の中の一種に過ぎません。これをするのはハエには歯がないからです。噛む代わりにストローの形の口で食べ物をすするんです。食べるつもりのものに止まる時消化液を分泌し、食べ物が液体になったらすすります。ですが本当に危険なのは口ではなく足です。ハエは長時間病気の原因となりうるありとあらゆる汚いものの上を歩いて過ごします。複数の研究でハエは短い間接触しただけで細菌を移すことができることが明らかになっています。ですのでハエがあなたの食べ物の周りにいたら覆いましょう。それか健康が心配なら食べるのをやめましょう。次の問題です。メスのコオイムシは卵が背中にある。嘘です。実際はオスの背中に卵を産みつけます。そして未来の父親がリュックのようにどこへ行く時にも運びます。優しいように思えますが、その姿を見るとかなり気持ち悪くてゾッとするかもしれません。もう一つ困ったことがあります。コオイムシは飛ぶことができますので、水中だけでなく飛んでくるのにも気をつけてください。次に進みましょう。アリは地球の優先種の一種である。本当？嘘？本当です。合計してアリだけで地球の生物量の最大 20% を占めます。
アリは古代1億6000万年前から存在していて、幅広い種類の生態的ニッチで優位になりました。その結果、現在は1万6000の種があり、合計すると1系の個体がいます。さあ次です。蝶は足で味を感じる。嘘？それとも本当？嘘っぽいですが本当です。蝶は宿主植物を見つけ、食べ物を選ぶため味覚受容体が足にあります。メスの蝶は様々な植物に止まって足で葉っぱをドラミングします。この行動で植物の汁を絞り出しやすくなります。足には受容体のある脊椎があって、植物の汁の中の彼らが必要とする化学物質の組み合わせを見つけます。そしてメスの蝶は適切な植物を見つけると、そこに卵を産みます。また蝶のオスもメスも食べる可能性のあるものに止まって、溶けた糖分が含まれているか感知します。人間が足で味を感じられるとしたら、レストランはどんな風になるのでしょうね。さて次です。蝶の羽は透明である。本当でしょうか？本当です。蝶はカラフルで鮮やかな生物だというイメージがありますよね。ですが奇妙なことに羽は透明です。何千もの小さな鱗粉に覆われていて、その鱗粉が様々な色に光を反射するのです。ですが蝶の羽の鱗粉の下には何層かの基沈質が含まれています。これは虫の外骨格を構成するのと同じタンパク質です。とても薄い層なので透けて見えます。蝶はわずか2週間から4週間しか生きません。そして羽の質で年齢がわかります。年を取ると羽の鱗粉が落ち始め、透明なところができ始めます。見栄えは初めて宇宙に送られた生物である。嘘？本当？本当です。犬や人間が宇宙に行くずっと前、見栄えの放射線や宇宙飛行に対する反応を研究しました。そのおかげで宇宙の環境や無重力が人間にどう影響するかを予測することができました。人間と見栄えは同じ遺伝子が多いからです。そして何十年か研究が続けられた後、1947年2月20日に見栄えは宇宙に行って帰ってきた初めての生物となりました。さあ次です。イモムシには目が2つある。嘘？本当？嘘です。本当は多くのイモムシには単眼という12の目があります。近くで見るとイモムシの頭の両側に6つの小さな穴が見えます。一対の目は通常触覚の近くにあります。12個の目があれば視力がとてもいいのだと思われがちですが、そうではないんです。イモムシは光と闇を区別し、前進するのに目を使います。それで時々頭を左右に動かします。踊っているようにも見えますが、イモムシはそうすることで物体の間の距離を理解していると考えられています。目が10個または14個あるイモムシも数種います。ですがこれらは大体がより原始的な種で、他とは違った蛾や蝶になる特徴がいくつかあります。サソリは水中でも呼吸ができる。嘘？本当？嘘です。サソリは泳ぐのが得意ではありませんが、水中で生きるための酸素を蓄えることはできます。6日間も息を止められる種もいるんですよ。サソリは初胚という器官のおかげで水中でも生きることができます。初胚は本のような外見をしていて、その本のページが酸素を蓄える薄膜の働きをします。サソリは陸上でもあまり多くの酸素を必要とせず、残りを肺に溜めておくことができるんです。そして水に入ると約48時間は水中で自由に過ごすことができます。その後は水から出て呼吸することが必要になります。この小さくて可愛い生物はカニムシと言います。サソリの中ではカニムシが息止めのチャンピオンです。最大17日間息を止められるんですよ。